2009年 W10 ドル金貨サラポーク BCGS-MS70 です。この金貨は珍しく、トーンが入った、金貨になります。トーンというのはこのように、色合いが違う面があるということですね。よく、モルガン銀貨などであるんですけど、色がグラデーションになっているのをトーンがついた金貨というふうに呼んでいます。このシリーズはアメリカ合衆国の歴代大統領の配偶者をデザインした内容となっています。2007年からスタートし、毎年4、5種類を販売しています。結婚しなかった大統領の場合はリバティがデザインされます。このシリーズは発行枚数がとても少なく、単一年度しかないため、年度によってはすでに5年くらいで値段が4倍以上になっているものもあります。デザインは MS、一般流通用とプルーフ、PR ですね、投資用の2種類があります。サイズ重量はすべてのシリーズで同一で、直径が 26.5mm、重量が 15.5g、0.5 オンス、99.99% 金の金貨になっています。このように、トーンがついた金貨というのは非常に珍しいので、後々、価値が出てくるかもしれないです。このファーストスパーズシリーズでここまでのトーンが出ている金貨というのは自分は、初めて見ました。アメリカ合衆国11代大統領のジェームズ・ノックス・ポークが大統領で、就任時の年齢が49歳でした。